シネマチラリズム第14回始まりました。お願いします。よろしくお願いします。今回はですね、映画ラストラバーの紹介になります。監督とキャストの皆さんに来ていただいてますので、まずはですね、自己紹介の方からお願いしたいと思います。はい、では、監督の岡本優作さんから自己紹介の方お願いいたします。はい、映画監督をしてます岡本です。岡本優作と申します。今回ラストラバーという映画を撮りました。1月31日からテアトル新宿で公開します。よろしくお願いします。お願いします。では由美さんお願いします。はい、主演の松本美優役を演じさせていただきました由美咲です。今日は楽しんでいっぱい話して帰りたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、安藤圭一です。主演のルークスカイウォーカー役を使います。はい、主演のルークスカイウォーカー役でございます。お願いします。お願いします。噛んだよ。はい、では早速なんですけれども、監督から映画のあらすじの方を紹介していただきたいんですけども、はい、よろしいでしょうか。はい、はい、まずこの主人公のこのミユっていう子がいるんですが、このミユが、この彼氏のコウキと一緒に住んでるんですけど、このコウキが夜中にバイトを運転のバイトしてるんですけど、それで事故に遭って亡くなっちゃうんですね。でミユはでも一人になってしまって、であとすごく悲しみに明け暮れるんですが、ある日どこからこう音がするんですよ。こうやってこういう風に音がし始める、音がし始めたり、なんかすごく周りで殺人事件が起きたり、なんかそのすごくミユって霊感を持ってる人なんで、そういうのに霊に対してとか何か関係があるんじゃないかっていう風に思うようになってくるんですね。でそれでお祓いに行って祓い方法とかも教えてもらってお祓いをするんですが、その実は霊だと思ってたのが実はその恋人の後期だった。でその後期が実はその心配になってミユのことを心配になって戻ってきたっていう、そういった話なんですが、それだけじゃなく、それからまた実はそのただの霊だと思ってたのが何だったのか、またその後に殺人事件が起きたり、いろいろと不思議なことが起きたりっていう、ちょっとホラー要素があったり、でエンターテインメントとしても楽しめる要素が入ってたり、でラブストーリーとしてこの2人の、こういうカップルとしての話が入ってたり、いろいろな要素が入っている映画になっています。ぜひちょっとあらすじだとだけだとちょっと分かりづらいんですが、すごく楽しめる作品になっていると思いますので、ぜひ劇場に見に来ていただけたらと思います。はい、はい、あらすじ聞いただけでもすごい興味をそそられる内容ですけど、はい、ホラーラブストーリー、そうなんです、うん、このテーマの一つが、その結局僕がこれはもう言ってもいいんですかね、これは企画の意図っていうのが、僕の母親がこう亡くなったのが2018年も2年前になりますね、2018年の4月に亡くなったんですけど、その亡くなった母親が映画館やってたんですね、実家の新潟県で。なんかその関係もあり、っていうか映画館がやってるほど映画が大好きだったんで、その亡くなった時に何かこうしてあげたいなって思った時に、じゃあ追悼として何か作品を作りたいと思って作ったのが実はこの作品なんですよね。だからそういう思いがこもった作品です。なるほど、はい、ありがとうございます。じゃあ早速なんですけど、はい、ちょっと予告の方を見ていただいて、はい、実際にどういった作品なのかというのをイメージしていただければと思います。はい、皆さんコメンタリー形式なので、はい、話していただいて結構ですね、はい、よろしくお願いします。はい、初めて見ます。あ、初めて。本当ですか？嘘つかないな。ちょっと音ちっちゃくしてるんです。あ、懐かしい。あ、パンツ見えましたね。ね、こうパンツのシーンは頑張りましたよ。パンチラシーンが何回か、そんな価値あるもんじゃないですよね。いやいやいや、何言ってんのこうちゃん。映画の話をしてください。そう、これあ出ました。これがプーさんっていう。そうね、ちょっと怖いシーンというか。怖いですね、ここが。そう、私はね、霊感があるからね、とってもね。そう、こう一フレームずつとか見てもらったら分かるんですけど、すごく怖いシーンが続いてます。ね。でパンツ見えましたね。確かに。で価値もない。さっきからパンツしか言ってないですよ。本当にね。でこれが戻ってくる。ジェダイの帰還ですね。ジェダイの帰還。ルークスカイウォーカー。そうスカイウォーカー。ルークス。この
もごもごしてるとこ、ね、ミニトマト、この歌が素晴らしいね。あすごい、ね、いいよいいね。天の花さん、そうホラーラブストーリー新しいジャンルを作りました、うん、ネアちゃんですね。ネアちゃん、ネア旅行まで来ていただいた。なんか懐かしいな。ET だったよね。収録は大体何年ぐらい前にされてたんですか。1年半前です。2018年の7月とかですね。おお、あ、じゃあまあ結構前ですね。そうですね、そうですね、もうただ試写はその半年後ぐらいにしました、うん、去年の今頃に試写会、うん、ちょうど今日なんですよね。ちょうど去年の時に、ちょうど試写会、ありがとうございます、ありがとうございます。だ本当に1年経ってね、はい、やっと公開ですね、うんうんうん、そうなんですね。だからもう6月にシネマチュラリズムで、まあ、第1回のゲストでこの番組に来ていただいたんですけど、初の2回目です、はい、監督さんで、はい、そうそう、初の2回目、はい、初めて第1回初めて で初体験、初体験の2回目の少女ということで、ちょっと待って、これちょっとしゃべります。でその時にもラストラバーをね少し紹介させていただいたんですけれども、はい、こうやって改めて紹介させていただけるのは本当にありがたいことですね、はい、まずですね、あのお二人のキャスティングの話からちょっと伺いたいなと思うんですけれども、はい、オーディションで400人から選ばれたっていうのを、まあ、ネットで見たんですけれども、はいはい、その経緯とかもちょっと話していただければと思うんですけれども、はいはい、その400人になったっていうのがまずなんかやっぱりその母親を追悼したいっていうのがあって、うんうん、それをなんかこう ほぼFacebook とか SNS 上ですよね、やったらみんなその有名なプロデューサーとか監督とかみんなシェアしてくださって、うん、そしたらもうすごいブワーって本当に毎日毎日もう本当に確認できないぐらいのメールがもう毎日届いて、400だって募集期間が2週間ぐらいなんで、もう1日何十通とすごい来るっていうのがあって、でその中から400人最終的になった中から60人に絞って、うん、でまあ、オーディションやったんですけど、でそのオーディションのやり方があの2人1組でやったんですよ、はいはい、あのかまあ、その時にもう完全にその2人 の, あの、まあ、恋愛の話なんで、うんうん、この大体のできてたんですね。そう、もう脚本はできてたんで、その時に、うんうん、まあ、そのカップルを演じるにあたって絶対にまあ2人でやんないといけないなと思っていて、うんうん、なんでもう2人1組でやったんですけど、その時に実は60人いた中で、だから30組やった中のこの2人が実は同じ組だったんです。そう、まさにオーディションの時も2人やったんです。なるほど、でこれ本当偶然なんです、うん、全く偶然で、運命ですね。ってことはもうそこでバシッと、そうだから、どうしたんですか。そういや本当に、ね、いやびっくりしました。だからスルーしましたよね。いやだから本当にあの本当隣がオーディション会場の隣がこう、まあ、前の人がやってる前に待ってる部屋があったんですけど、うんうん、本当に初めましてだから、うんうん、初めまして優美咲ですから始まってなんか台本とかちょ合わせていいですか、はい、っていうところから始まったんですよね、はいはい、それもあれなんですよ、そのカップルってのが重要なんで、うん、エチュードしてもらったんですよ。だからもう即興もうあったけど、オーディションの会場自体がもう、うん、あのいわゆる ラブソファーというか二人座りのソファーが置いてあって、もうそこに一緒にも座ってもらって始めます、ね、シチュエーションはもうそうそうそう、もう結構緊張しますよね、そういうオーディションって緊張します。初めましての人が突然こう座って、うん、カップルですって言って、そ、ね、はい、でそれで言ったのがもう自分 その例えば家で恋人がいたとしたら、うん、その恋人とイチャイチャしてる時のようなこっち見てるこっちが恥ずかしくなるようなものを見せてください、うん、はいはい、さらけ出してくださいっていうことを言って、はいはい、あのもう各ペアやらせたんですけど、本当に、はい、本当こっちが恥ずかしくなる、楽しかった。え、何したんですか。私覚えてますよ、覚えてますか。覚えてる覚えてる。なんかゲームをやっていて、私は、はいはい、あのなんかその設定をいただいたんですよ。ただその女の方は甘えん坊、うん、あ、そうそうそう、でっていう。なんかある程度の設定はもらった中で即興やったんですけど、だからもうひたすら甘えて、
ただなんかこうキスとかはできないからこう隠れてこう、うん、ちゃんとから見えない角度でこう背中向けてやろうとしたら監督席に座ってたんですけど立ってこう見始めて見えるでなんか何の撮影してんかなんか全然もう覗き込むようにしてで結構やりましたよね10分くらい長い長い、うん、すごい、長かったですよねあれもう絶対全員見ようと思って一組30分撮ったんですよ、はい、ずっと朝から30分みっちりで本当朝から本当夜のもう9時ぐらいまでずっともう1組30分いいっすね30組1日で見たんですか1日や2日ですかさすがに1日でできないでしょ休みなく見てあと私たちが15時とかの回だったのかなお昼過ぎぐらいの回だった、でもすごいそれでさっき言ったそのさらけ出してくださいって言ったのを本当にさらけ出してる人がいてもう初め会って初めましてでソファに座ってもうベロベロキスしてる組とかいたんですねもうそれやばいですねまあまあまあそれはそれであの、うん、見せ方としてはありですよねまあちょっと落としちゃったんですけど、はい、まあまあまあ最初話し合う時間もらったんで二人で話してくださいって言って話しちゃったっけ話し合いましたよ覚えてない許可をね、どこまでやっていいですかって2人が、ね、ヤンド君もでもすごいなんか面白かったよねなんかあの時のなんか変なあの時もなんか古いネタ出してきてねなんか覚えてるそうでしょ古いだよまだふざけるというかおちゃらけるゲームの感じなんですかねそうなんか後期がそのなんかいつもいたずらをするような役そう少年みたいな役で、はいうん、でなんかまあ甘えてきてもなんか全てこうなんかいたずらみたいなで返すみたいな思い出したマリオカートやってましたああそうだそうですそうですで私がなんかねえって言っても全然相手あ待って待って待ってみたいなのずー俺はピーチの方が好きだからみたいなそうそうそうでも私はひたすら甘え続けるっていうのを10分やってました、うん結構すごい本当ディティールこだわった芝居しててなんかすごい本当になんかあの2人がもうあの覗き見してるみたいな感じに見えてカップルが本当にイチャイチャしてる様子を見てるみたいなじゃあもう本当にあのお二人を覗きに行ったの覗きに男の心境で見に行ったんですよ。本当そうなんですよ。なんかその辺の家覗いたら見えちゃったみたいな。そういうの本当見られたリアルだったんですよ。じゃあもうなんか決めてみたいな。あでも決めて実はこれだからって言って二人で選んだわけじゃなくて、はい、実は男女別でやってで。まああの将まあ、将棋法っていうかまあ3人ぐらいに最後残したの絞ってでどっちも別で選んだんですけど結果2人になったっていう、すごい偶然なんです運命ですね400人だから本当だから絶対言いません言わない言っていませんねそうかさんいやでもなんかすごい本当でもなんか そのこの順番にしたのも本当に偶然ですし、うんうんうん、なんかあったんじゃないかと思いますね。母親がもしかしたらこう細工してこう、あら、嬉しい。なるほど。あ、それも素敵なエピソードになりますね。わかんないですけどね。はい。他のキャストさんもオーディションで選ばれてるんですか。あの他のキャストなんかまあいろいろその何役で何役希望ですっていうようなことを言ってたんで、はい、あの。うんそれで別の役の希望の方は別の役で、まだペアじゃないんですけど、あの別でオーディションやって、別にされたんですね。そうですね。まあまあ別に別でって同じ日ではあるんですけど、まあまあペアじゃなくやったっていう感じですね。そう、それも結構いたんですよね。で基本的にキャスティングってオーディションなんですか。基本はオーディションですね。一部若干違う人もいますけど、ほぼほぼオーディションですね。結構よくインディーズ映画で 見るような方々が割といっぱい出てたんで、はい、ミネオショウ君とかは友達なんで、はい、なんかあのちょっと出てくれないっていう感じで友情出演という形で出てましたね。もうインディーズ業界にもすごいいっぱい出てる、ネアさんもね。そう、ネアさんオーディションでしたね。あ、そうなんですか。藤田さんはちょっと、はい、藤田さんの役柄の人がいなくて、年齢的な問題で、あ、はい、で、まあ、藤田さんはオーディションじゃなかったですね。で、大山麻衣子さんとかもね、めっちゃたくさん色々出て、麻衣子さんも全裸監督とかすごい出て、そう、全裸監督ママさんやられてる、めちゃくちゃいい役、すごい素敵な女優さんです。いや、みんな芝居のうまさで選んでいるんで、うんうんうん、現場では皆さん
どういう感じだったんですか、関係性というか、そのあの劇中のままという感じなのか、それとも、うん、ギスギスしてたりもあったのかとか聞いちゃっていいのか分かんない。ギスギスではないけど、はい、あれはでもね、マンド君は結構多分なんか芝居のアプローチの仕方が結構2人が違って、うんうん、バチバチでしょ、殴り合いしてくるそういう話を聞きたい。いやーね、そのいや撮影で短かったんですよ、期間がね、7日間か8日間でまず組まれていて、朝だから集合が6時とか、まあ皆さんね化粧とかがあって、まあ、化粧とかね、メイクね慣れてないもんなんで、そうメイクやって、で夜だからみんな終電とか、あーもう1日、うん、まあでも絶対にもう終電で分かる、睡眠時間が多分みんな平均何時間ぐらい、本当に 3,4 時間とか、うん、寝てなかったりとか、ね、スタッフさんとか少ない中でやったんで、うん、本当に、うん、それだんだんちょっと疲れが、そうなんですよね、まあちょっとシーンと被るシーンもあったから良かったんじゃないかなと。まあね、ミユはまあね、そういう、そう泣くシーンが多かったんですよ。いやそうすっごいもう出し続ける芝居じゃないですか、ね、だからそこは一個びっくりしました。涙って枯れるんだなって思いました。枯れないと思ってたんですよ、はいはいはい、だから結構そのシーンの、私は結構1時間とか30分とか我慢してても結構もう悲しいなってなると泣いちゃって、あメイクさんが最初は、はい、いいよ泣いてもって、うん、役に入りなって言ってでこうやってやってくださったんですけど、はい、3日目ぐらいからもうゆみちゃんダメだメイクやっても撮れるってね、ちょっとねいろいろな表情が見えると思います、あの今日晴れてんなとか、あなるほど、映画の中で、そう、でも結構この泣くシーンがすごい多いじゃないですか、うん、それもあれなんですか、オーディションの時点で泣かれてやってました、やってましたね、最後それもなんか中道やりましたね、なんかその彼映画のシーンにはないんですけど、そのなんだ病院 の, その遺体安置所みたいなところに行って、はい、その死んだ彼氏と会うっていうシーンをやりましたね。だからそれで被って泣くっていう芝居を、あでも劇中にはそこはないですね、ないはい、そうそう、なかったですね、お葬式のシーン、もともと撮るつもりはないですけど、まあそこが多分一番泣く、うんね、泣くっていう芝居を見るのはいいかなと思って あえてオーディションを作りました、うん、実際の現場での裏話みたいな、これ他の現場ではなかなかないだろうなみたいな話がもしあったら来ていただきたいんですけど、はい、これ言っていいのかわかんないんですけど、うん、結構あのスタッフがすごいどんどんいなくなっていくっていう現象が起きます、はい、現象は心霊現象、心霊現象、これはもしかしたらそうなんじゃないのかと僕はちょっと思ってはいるところがあるんですけど、いやなんかお祓いしなかったんですよ僕、この一応ホラー映画もあるんですけど、しますなんか聞きますよね、そうなんですね、お祓いとかをしなかったので、もしかしたらそれなんじゃないかなってちょっと思う、なんかだから一人スタッフが朝来なかったりとかして寝坊とかじゃなくて、今度は連絡も取れないんですよ、怖い怖い怖い、でずっと取れなくて、で夕方前ぐらいになって入院してました、神隠し、神隠し、これマジでちょっとやばいまさに、それもあるし、なんかすごいその、はい、まあ、あるスタッフのまたなんか母親の体調が良くなくなったりとかしてとか、あーそうですね、でとかなんかすごい、なんかそんな映画のいて8日間の中にありますっていうことがなんかいろいろあったりして、なんかちょっと呪われてんじゃないかな、次週は。怖いよ。怖いよ。やっぱ大事なんじゃない、行ってなくないですか、まだ。まだ行ってないですか。最終的にほんと少ないとこは、もうあの、まあ、メイクさんとか抜かして、ほんと現場3人とかやりましたよ、ほんと。だからほんと監督が窓をよじ登って光調節して。基本的に照明を自分でやってるんで。あら、そう。じゃあもう。交番通りなんてもう夢の夢みたいな感じだった。いやそうですね、メイクさんとかカチンコ打ったりすごいありましたけど、もう人がいなくて、いやー本当に人がどんどんいなくなってくるんですね、
駒田さん録音されたそうです、駒田さん。駒田さんが本当一番頑張ってもらいましたね。誰かが頑張んないとね。いやもう駒田さん、様様でした。誰かが頑張る。いやもう結構女子もいないんで、もう駒田さんが僕の三脚の足とか締めたりしてましたからね、本当に。本当にそこまで撮影女子兼録音部みたいな。いやそう、ね、役割以上のことを。そうそう、本当に現場自体がなんか多分私たちは本当役に集中をめちゃくちゃさせていただいて、駒田さんとかもはじめも周りのスタッフさんがなんか結構笑顔っていうか、夜遅くなってもなんかもう一回撮ろうとか、私なんか悪いなと思ってもじゃあ今回さここの角度変えて撮ってみようよとか、もうちょっとこだわってみようよって言ってくださるスタッフさんが最終日までだったから、すごくもうありがたい現場でした。はい、そうですよ、うん、演じてる側としてもね、そういうスタッフさんたちだったらもう本当にこっちも何としてもいい芝居出さなきゃ、ひねり出さなきゃと思いますよ、ね、もう、うん、絶対的な信頼を持ってやらせていただいたので、結構その重要なあの2人の、まあ、重要なシーンがあるんですけど、うん、クライマックスの重要なシーンがあるんですけど、そことかあの初め交番に入ってた時にもうできなくて、うん、なんでちょっとここはもう本当はもうこれ取り切らないとやばいって感じだったんですけど、もうだからもう次の日に持って行って、ね、もう一回撮ろうって言ってやったりとか、うん、やりました。芝居優先でやっぱり今回は、だいたいやっぱりちゃんとしたそのカメラマンとか技術部があの偉い人が多くなってくると絶対それできないんですけど、今回はもう自分で撮って自分が責任全部負うんで、はい、もう芝居優先でもう全部やりました、ね、だから結構ねすごい粘ったよね。はい、取れないかもしれないとか、いや本当にただざわつきながらも、はい、すごくこうスタッフさんとか、うん、まあ、一緒にやるキャストの皆さんすごい一緒になってやれたんじゃないかなと思いますね。うん、なんか思い出してきちゃうと。あそうですよね、そうですよね。アンドクはじゃあどうなんですか、ゆみちゃんの側から聞いたけど、アンドクは現場の雰囲気とかですか、うん、覚えてます、本当に覚えてます僕は本当に一貫して結構明るいキャラで作ろうと思ってて、うん、で監督からも最初からもう自由にやってよ、台本あるけど自由にやっていいよって言われたんで、もう本当になんかそこまで気負わずじゃないですけど、うん、この子はこういう役でこういうなんかこういうアプローチの仕方をするんで、逆に僕は、まあ、僕そんなやり方やらないですけど、僕は結構なんか明らかんとしてようかなっていうのがすごくあって、でももちろんスタッフさんたちもすごいみんな仲良くて本当チームでやってるなっていう感じあったんですけど、まあ本当にあと小ネタがいろいろ出てくるんですけど、それをちょっと探したりとか、結構待ち時間が多かったんで僕の場合、結構あれは自分発信のやつ、全部そうです。あれはもう完全にネタとかは安藤くんが考えてて、俺は責任持たないからと。責任持ってください。もう笑いネタについてはもう安徳に。そうです、はい。結構ありますよね。ちょいちょい。いやでも結構笑ったり。確かに、だからそれがまた良かった、うん、なんかその空気感とか。そうですね。しょうもない。絶対面白くないですよ。絶対面白くないですけど、やっぱ二人だったらそれでも笑えてるっていう、そういう空気感を作りたくて。なんか絶対しょうもないですけど、しょうもないやつばっかなんですけど、うんうん、あれってもうその場で初めて聞いた。あ、そうです、そうです、全然もう毎回違うものをこういただいて、ただね、その度に結構本当にまあミユ的には面白いっていうか、あいいなーって、面白いなこうちゃんって感じなんですけど、スタッフさん誰も笑わないんですよ。ただ唯一笑ってたのが監督がべらぼうに笑うんですよ。それで止まった時ありますもん。 , 笑って監督の声が入ってしまって、すごくね、あのなんかツボツボるんで、安藤さんの笑いがすごいツボなんですよ。そう、なんか安藤くんのその笑いのツボは多分俺しかチューニングができてない。チューニングしちゃまずかったんですよ。そう、俺の笑いのやばかったたつらいかみたいな。いや、みんなメイクさんも駒田さんお経とかみんな黙ってるんですよ。岡本監督だけすごい笑ってるっていう、抑えてるんですよ、笑いを。面白かったですけどね。なんでだろう。結構あの拝見、作品拝見した時に安藤さんって素であのキャラなのかなって思いながら見てたんで、いや、あれ作られてるっていうのはすごいなって思います。いやでも結構でもそんな近しい部分はあります、あるんですね。なるほど、ベースとなる部分はやりやすく、やりやすく、まあ、そうですね、
まあ、普段よりも2割増しぐらいでふざけてたんですけど。そうですね、思い返しても大概ふざけてますよ、ね、確かに、うん、撮影終わったのかなっていうぐらいなんかいつもスコーンになってて、ね、撮影したのみたいな。何も悩んでなかったもんね。いや本当にね、そんなことないです。いやシーンとしてだから、後期って役が、うん、そのミユに比べてすごい悩んで、まあ、最後ら辺では悩みありますけど、うんうん、あんまり悩みないキャラクターだったから、そのまま後期で生きてました。じゃあそこまでの役作りとかは特にされなかったんですか。いやでも一応なんか、いろいろ作品を見てそれに近しい、まあ、自分の中の後期のゴールを決めて、まあ、そこに向けてアプローチしてったので、それはあるんですけど、そんなになんかやりづらい役だった、うんたっては思わないですね。近い、はい、で、まあ、変な話、死んでる人なんですね。でもだからといっても普通に接してるから、はい、なんかそこら辺の違いとかも別にそんなに考えず。そうです、なんか死人を演じるってのはなんか違うなと思って、うん、その時、まあ、台本をもらった時から死んだありきをでやるとなんかもなんか一個フィルターがかかっちゃうんで、本当に生きてるように演じることによってやっぱりミユもちゃんと接するし、うん、見てる側もこの人本当に生きてんじゃないみたいな、ね、本当に帰ってきたっていうのを見せたくて、はい、僕は本当に生き生きとした役を作ったじゃないですけど、うん、やってみましたね。あ、これそれあの結構そう、あの演出としてもその通りで、そのなんか結構そのまあああいう霊が戻ってくるとか、うん、霊の描き方っていうのがいろんな映画見ると、うん、なんかすごく単純な霊、単純な呪い、なんかこう呪ってやるみたいな、うん、なんかそういう表現の例が多いなと思って、もっと人間らしい嫉妬したりするし、うん、っていう例がいてもいいんじゃないかと思って、より人間らしくしてもらったっていうのは、血の通ってない感じとかは出さずっていうことですね。多分例だって多分自分は生きてると思ってるのに死んじゃってだけで、別に自分は生きてるつもりでいるんだろうなと思って、そういうふうに考えましたね。ゆうみさんは役作りとか何か心がけたこととかありますか。まず台本いただいて読んだ時に、まあ、監督と、まあ、話を、まあ、した時にこの子はこういう子だよみたいなことはうっすらとは聞いていたので、その役の私はこの子は家族何人構成だろうとか、うん、何が好きで食べ物だとか、そうバックボーンっていうんですか、はい、っていうのはまあバーって、まあ、私はちょっと文字で書きたいからまずバーってノートにガーって書いて、はい、で友達はとか、うん、でなんかこうそういうのをまず埋めてからやっていきましたね。多分年齢がその私が今ある実年齢よりも若い役だったんですよね、うん、だから私が今この声で覚えてるんですけど、私この声でやったらなんかまずは低すぎるって、そういうところもその監督と話しながら、はい、で読み合わせも3日ぐらいあのして、その中でこうシーンをやっていく中で、まあ、監督とこうディスカッションしながら、ああこれちょっと違うかもしれないとか、でもどうしても自分の中でここはミユじゃないかなっていうところはこう監督と話して行ったって感じで、結構密に話して、あ、そうです、すごく探っていった感じもあるんですね、うんうん、リハーサルで、まあ、結構いろいろ準備はされていったと思うんですけど、現場でここは変えましたみたいなものがあったら教えてほしいんですけど。あーでも結構だからそのアドリブを多用してるんで、やっぱ確かにあの変わったっていうか、現場で作り上がっていったみたいな感じとかありますね。そうだから結構やっぱあの2人初め本当は本通りにやったりとかしてたのがあったんですけど、なんかやっぱりその僕がオーディションで見た時の素晴らしいって思った安藤くんのそのアドリブが一番素晴らしかったんですね。だそれがどんどん消えていくなと思って本だったら、別に本でも別に上手いんですけど、あれを生かすにはやっぱりアドリブ許すしかないなと思って、でこっちもアドリブするってことはじゃあこっちもアドリブしないと合わないんで、だから本の筋とかもこのセリフは絶対言わなきゃいけないとか、それは絶対残しつつ、間は結構自由に埋めていってっていうことをやりましたね。なんであの逆にそれやるとこの、 あのカメラワークが割れないんですよね。あの同じことできないできないですね。だからワンカットが多いそうですね。そういうだから2人のシーンは結構ワンカットにしてるんです、っていうのが結構実はそういうのが、まあ、あの口にもどんどん突っ込んでいくのも
なんかアドリブ、そうですね、あれは指示ですか、なんかあのシーン、楽しそうにしてるシーンはあれ結構全部アドリブでした、こういうシーンっていうので、じゃれてくださいっていうのがありました。何をゲームをしているところってやって、映画見ているところとか、うん、そこだけしか書かれてないんで、と書きに1行で書かれてるようなところを広げていく、全部なんかずっと流しっぱなし、5シーンぐらいでしたっけ、もっとありました、いや結構ありました、で結構長かったです、料理をしているとかあのワンシーンだけだけど、結構長くやって、で結構ミニトマトもね食べさせていただいて、はい、今日だったら完全あのうちのあれ激用じゃないミニトマト、うちのあそのゲーム撮影現場がうちでやったんですけど、あうちの、そうあれ自分のうちなんですよ、あのそこで今もう引っ越したんですけど、はい、普通に勝手に送られて勝手に根に持ってるよ、根に持ってる、勝手に根に持ってる、それはもう映画のためじゃない、違う、それはちょっと言いたいことがあって、はい、勝手にっていうのは、はい、その実は俺その撮影期間中あんまり料理とかもできなくて、結構古いトマトだったんですよ。いや間違いないです、あの結構熟したトマトで、なるほど、だから買ってみてな、それを食べさせたから、だから違ういろんな味もしたんですけど、やっぱりそういう時ってアドレナリンが放出されまくってるじゃないですか、なるほど、気にならない、でやっぱり楽しいし、はいはい、なんかもうすごい大好きだったんですよね、うん、この撮影中、こうちゃん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 って、ただ私こうちゃんってずっと呼んでたんですよ、そうそう、安藤さんじゃなくて、僕は嫌でした、カメラ回ってもらってえ温度さん安藤さん、まあそれをね受け止めてくださった安藤さんに感謝なんですけど、そうそう、だからこうちゃんこうちゃんって呼んでたんで、ミニトマトのあの草っ、あの微妙な味は熟した味はあの全然受け入れて飲み込みましたけど、うん、でも本当に冷蔵庫開けたらあったからみたいな感じで、あでもなんか詰め込めたいなって、あれ詰め込まれすぎてなんかやばかったみたいな話した、だからあのシーンは、ね、まあある程度綺麗にグロッ、まあ綺麗にはね、すごいいい感じ、光が綺麗に、ね、光があってって感じですけど、ハイカットで終わった時にもうこんな感じでちょっと待ってくださいってあれ絶対詰め込む楽しいっすよね、めちゃくちゃ楽しい、ド S なんだ、楽しそうだなと思いながら本当に使ってくださいねどこメンバーでやるかなんかそういうやっぱアドリブなんですね、でも結構だから本人たちのでこやってもらいます、うん、まあどういう効果が欲しい、演出としてどういう効果が欲しいのかってことを伝えた上で、あなんか楽しい、どういうふうに楽しいやつでやってるかみたいなことを決めてやってもらった感じですね、うん、なんかすごい本当にオーディションの時に言ってたように、はい、なんか覗き見してるような、うん、なんか見てて恥ずかしくなるような感じがすごいあったんで、結構で見た人も本当にこの不審の2つ付き合ってるんですよね、ないですけどねカメラ目線でいいのよ、強く否定してますけど久々カメラみたいな結構言われるんですよ本当に、だからそれは言われるか、言われるんですね、なんか前から知り合いでしたかとか、めちゃくちゃ言われるそれは、そうそうそう、だから始めましたです、それは本当によく言われるのは、そのキャスティングだけで成功してるねってよく言われるとかあって、でももうその後結構ないですね、仲良く私が早い時点が私もちょっとかかった瞬間パーンまだ公開前なんで、あまり実感としてないかもしれないんですけれども、作品が出来上がって、うん、あのお三人の中で何か変わられたこととかってあったりしますか、あでも出来上がっ映画祭あそう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 なんですよ、ね、すごくあのロサンゼルスの方と、ね、あのドイツベルリンの方に行かせて受賞させていただいて、なんかやっぱりすごいなんかだんだん評価がこう変わってきたみたいなとか、変わってっていうか、もうあの口コミで広がってったみたいな感じのところありますね、一番最初豊橋、あみんなで豊橋の A じゃないか、うんうん、豊橋映画祭に行って、はい、あれも結構な数の中から選んでいただいて、ね、その時、まあ、でもその前にもあれですね、試写会はやってた、試写会はもう1年前の今日で、ああ、そうかそうか、やっぱどうですか、その実際に映画祭とかで見てもらった時の反応は、いや、怖いけど嬉しかったですね、うん、なんかすごい、そのでも海外とか特にどう反応されるかよくわかんないんで、はいはい、うん、この2人とかどう思われるんだろうとかと思ってたんですけど、そのベルリンの時の審査員の方が、うん、すごい本当に2人のお芝居が良くて、うん、ってことを本当におっしゃってて、あそこで受賞を選んでいただいたのがあるんで、やっぱりあの芝居優先で作って良かったなと思いましたね、そこに。安藤さんも英語喋れる、監督は喋れないけど、喋れないけど、喋れるから
そう、通訳をして、すごいですね。英語はどこで学ばれたんですか？英語もともと大好きで、で、まあ、独学ですね、僕。すごい。本当中高の、はい、まあ、授業と、はい、まあ、あと1ヶ月ぐらい留学したぐらいなんですけど。え、1ヶ月の留学、はい、まあ、それと独学で、まあ、勉強も本当に英語だけはなんか好きで、僕結構海外が好きで、それであの英語めちゃくちゃ勉強して、で今結構仕事にもそれでつながってるので。つながりますよね。CM とか海外出てる、タイのこの前の CM 出てる、タイの全土で流れる CM、すごい、はい、メインでやったりとか、ワールドワイドでやってる人なんで。それこそ本当にあの、まあ、LA だったりベルリンだったりとか行かせてもらって、はい、やっぱ共通言語はやっぱ芝居なので、僕たちは、言語は違えどその表現するっていう面ではやっぱり世界共通なので、そこでやっぱり評価されたっていうのは結構自分自身も嬉しくて、で僕舞台をずっと主演やらせてもらってるんですけど、映画で主演って初めて でこうしてあの映画祭に行くっていうのも自分自身の人生で初だったので、どういう感じなのかなとか、一応コンペなのでどういう戦い方をしてんのかなとか、どういう見せ方なのかな、すごい勉強になって、それこそあの海外とかもどういうメールとかのやり取り僕させてもらってて、どういう向こうの何ですか、ヘッドの人とどういうやり取りして、どんだけどういう距離で戦えばいいのかってすごい勉強させてもらって、映画祭によっても作品の色とかあったりしますか？そうですね、それはすごい思いました。でも絶対うちらが一番だなと思ってました。いやでも自信、そういう自信って本当必要ですよね。ゆうみさんも英語は？英語は好きです。あの、海外好きですね。ああ、そう、喋れる。よく行かれるんですよ。でも、普通に喋るぐらい喋れる。なんか、さっきちらっと喋られてませんでした、そこで。私、喋ってました？これじゃない？あ、すいません、空耳かもしれない。あ、これか。あ、これね。あ、これか。これね。なるほど、なるほど。今日、皆さん、ラストラバーの T シャツを着てます。めっちゃチーム感出てます。あ、この発音を言ったんですね、私がね。あ、多分そうだ。それを。この till this and ever after っていう。めっちゃ発音良かった。そう。発音だけやね。発音だけ。死んでも。死、ま、これね、だからなんか、なんか結構死んだ後でもなおみたいな意味を持たネイティブなあの英語で、そう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 、はっきりとはなんか文字ではこう。これ可愛くないですか、この T シャツ。可愛い。こうやってもうポスターのこの。これを、ね、そう、これあの劇場で2800円で販売します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ告知ありました。これを買ったらサインつくらしいんだな。え、どこに書くんですか？サインいらなかったらいらないって言って。ここに書くんですか？いや、もうサインあのね、あの5箇所ぐらいに書くんでよろしく。それはいらなかった。いらないか。普通なんかこれを作っ、これをあのデザイナーに発注したあの時に言ったのが、あの普通に着てもおしゃれなデザイン。そう、これね、本当にジッパーさ合わせてるけど、マザーでも。普通に裏もあるじゃん。裏はないです。ない。ちょっと半切れされてる。では、ラストラバーの、上映情報の方、告知の方をお願いしたいんですけれども、はい。はい、はい、1月31日から、テアトル新宿にて2週間、レイトショーとなっております。だいたいレイトショーちょっと時間はまだ出てないんですが、8時から9時ぐらいの間になると思います。まあ、詳しくはあの劇場のホームページを見てもらえればと思います。2週間やります。初日、1月31日、実はあのみんながあの舞台挨拶をやります。勢ぞろいで。はい。わ、すごい。全員で出ます。全員ですか？全員かは分からないですが、ほぼ全員来ます。ほぼ全員来ます。僕は欠席しますので。はい。一番来ないといけない。で、ぜひぜひ初日から来てもらえたら、初日見てまた見たいなと思って2日間またどっかで見に来て。でもそうなんです、これ見た後にすぐもう一回見たくなる。嬉しい。そう、なんか結構いろんな仕掛けをしてるんで、そうそうそう、多分あのカメラを止めるなとかっていう作品があるんですけど、そういう作品に近いんじゃないかなと、口コミで広がるタイプの映画じゃないかなと思って、ちなみにあのこれ言っていいのかな、カメラを止めるのの上田君は大絶賛してました、この映画。あら、あの母親にあの電話をしたくなりましたって言って、何もないのに電話したらしいです。ああ、なんかコメントにね、はい、書かれてましたね。こんなところで使わせてもらえてます。ありがとうございました。ぜひぜひ見てもらえたらと思います。はい、
イベントは、初日の舞台挨拶以降も、はい、まだちょっと決まってないですが、あの、うんうん、テアトル新宿のホームページを見たら、あの、出てるはずなので、なるほど、またそこで確認してもらえたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。あとグッズなどもしありましたら紹介をお願いします。はい、グッズまず、はい、今これ着てるんですけど、着てます。これ紹介のあったやつですね。2800円で、テアトル新宿で買えるので、こう見終わった後にぜひ、これを着て、ちょっとこんな感じのカップルを演じてもらえるのかなと思います。なんで2着買ってください。ああいいですね。ちょっとプレゼント好きな人にね。そうそう、あの告白するときにこれ一緒に着よう、これ一緒にやろうって言って、ね、まあ、自分のお父さんとかお母さんとかさにもプレゼントしても、おばあちゃんとか、お世話になってる方とか。これ岡本さん着てるのが、これが M サイズです。なんとなくサイズ感が、これが S サイズです。ちょっとだけ半サイズぐらい大きいみたいな感じで、ちょっと丈がちょっとありますもん。丈もありますね。なんで、まあでもちょっとゆったり着たいなと思ったら、普通の自分が着てるサイズで買ってもらえたらいいかなと思います。タイトに着たいなと思ったらもう一個下にいてます。まあね、2週間ありますんで、 T シャツ買って実際リピートするときに着てくるとかね。嬉しいです。嬉しいですね。Tシャツにサインもらうとか。いやもうもうします、ぜひ。で、あともう一つ、はい、そこに今あります。いいですか、こちら。はい、これ。はい、これが。パンフレット、これ。これ出来たてですか、もしかして。これ今日朝できました。今日朝。おー、すごい。出来たてほやほやだ。なんと、めちゃくちゃ安い、600円です。なんと安い600円なんです。これめちゃくちゃいい紙使って。これ触ってみたら分かるんですけど、めちゃくちゃ金かけてるんで、これ買ってもらうと赤字です。いや、本当に充実のラインナップ、めちゃくちゃいろんな。これ内容的にあれですか？あ、これ見た後に見てほしいです。見た後に見てほしいですね。見た後に見て、はい、あのこれちょっとここのページスプできるんで、これみんなで実は座談会っていうのやってまして、すごいみんなで集まって、この改めてラストラバーのことを語ってたり、あのメインキャストでやったりするんで、裏話これ面白い。結構あるんですか、撮影終わって結構してから集まってしてからです。こう最近撮りましたね。うーん、今シネチュラで言えなかったようなことも入ってるんで、それはぜひ買ってからお楽しみください。ぜひぜひ要チェックですね。はい、はい、600円安い、そうそう600円です。でこれ買っていただいた方にサインが、これ買っていただいた方とポスターもあります。ポスターも販売、このポスターも500円で売っています、うん。で、まあ、どちらもこれ買っていただいた、まあ、T シャツでもいいんですけど、買っていただいた方には、まあ、サインをみんなキャストの人たちがみんなしますんで、ぜひぜひお買い上げいただけたらと思います。で、あとその他にあと CD オリジナルサウンドトラックとか、うん、この劇版っていう、まあ、映画中の音楽を書いてくれた田中誠さんの、サウンドトラック、うん、ラストラバーっていうタイトルのサウンドトラック と、あと主題歌を歌っていただいた天野花さんという方の、甘い夢の終わり、そうそう、というあのアルバムも販売します。そのどっちの方にもあのラストラバーの曲が入っているので、うん、ちょっとアレンジ違いなんで、まあ、どっちも買っていただけたら楽しめるかなと思います、うん。はい、はい、それではですね、シネマチラリズムの視聴者の方たちに、お三方から何かメッセージをいただきたいんですけれども、まずじゃあゆみさんからお願いしてもよろしいですか。はい、シネマチラリズムをご覧の皆さん、ゆみさきです、ラストラバー映画が今月の31日から、テアトル新宿で、公開されることになりました。たくさんの方に支えていただいて、その岡本監督のお母様もきっと天国から見てくださってるんだろうなと思って、今たくさんの方に見てもらえるように宣伝活動を頑張っております。もし少しでも見かけたり興味がある方、劇場まで足を運んでくださったら嬉しいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ安藤さんお願いします。あ、はい、油断してた。そうだな、ったそのラストラバー1月31日から、テアトル新宿で公開します。この映画あのできるまで結構、まあ、公開されるまで、まあ、長かったんですけど、その反面いろんな国に行っていろんなあの世界中の人に見てもらってかなり高評価をいただいてるので、皆さんも結構あの本当に楽しめる作品となっていると思います。本当に裏テーマとして、本当に大事な人が亡くなったら亡くなって帰ってきたらそれは幸せなどだろうかというのをあの見てる時に、まあ、見に行く時でもですね、考えながら見ていただいたりとか、あと本当に大切な人と見ていただけたら僕たちも幸せです。ぜひ劇場で待ってますので来てください。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
では最後に監督お願いします。くしゃみです。はい、シネマチュラリズムをご覧の皆さん、改めまして監督の岡本です。1月31日から、テアトル新宿で公開する映画なんですけど、これ本当に口コミで評判が良くて、試写会をもう3回ぐらいやってるんですけど、だいたい平均点が 4.1 とか2とか、それぐらい、だいたいみんな 4か5をつけてくれるっていうような状態が結構ありまして、で一般視者で関係者じゃない一般視者とかでもそういうふうな状態があり、すごくまた劇場で試写会で見たのにまた劇場に来ますっていう方が多かったりとかして、かなりその口コミで広がるパターンの映画だと思っております。なんでみんなまず一回騙されたと思って、こう騙されたと思わないような映画ではあるんですけど、まあ騙されたと思って一夜で確かに見に来てもらえたらなと。だからこの本当にこの情報、お前の言ってる情報本当なのかというのを確かめにみんな見に来てもらえたので、嘘だったら嘘だったって書いてください。でも全部受け止めます。そう、私は挑戦状なんで、ちょっと受け取ってもらいます。違う感じになる。なんか作風とちょっと違う宣伝の仕方ですよね。監督のキャラが最初と最後のブレブレなんで。いやでも本当にそのやっぱりそのさっき見たその追悼したいっていうのがまずいっぱい、うん、一番始まるんで、はい、本当にいっぱいの人に来てもらいたいなと。もう映画を愛した母親をこう驚かせてやりたいなと。本当に連日満席になったら多分もう母親は多分泣いて喜ぶと思うんで、ぜひ本当に皆さんに来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。